はようございます、釣り子 TV です。先日ネットで注文した釣り竿が届きました。早速ですね、こんな感じで送られてきたんですけども、開けてみたいと思います。これこの中に釣り竿が入ってるんです。まあ、最近たまに買っている例の短くなる便利な釣り竿シリーズの最新作っていうことで、早速開封してみますよ。よいしょ。ほっ、こんな感じで入ってきました。まずはおまけでルアーが同封されていました。メタルバイブです、小型の。これまたちょっと後でゆっくりご紹介したいと思います。あとは買った領収書ですね。領収書が入っております。はい、これですね、これアイデア商品で、こう竿はこういう柔らかいケースに入ってるんですけども、このメジャー50センチまで測れる、これをくるくるくるっと丸めるとハードケースになる、こういった便利なものです。で、肝心の竿なんですけども、こちらですね。はい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 、開けていきますよ。はい、こういうケースにネオプレーンですかね、こうネオプレーンではない、こう柔らかいでもしっかりとしたケースに入っております。で、中を開けていくと、おー、出てきた。まずはそうですね、3本のブランクパーツと一つのグリップ、こう分かれている4本次の竿になるんです。じゃあ早速、じゃあ手に持ってるグリップから、はい、出ました、バリトゥードモンスターキス。こういうグリップが入ってましたよ、まず。で、早速ブランクス3本開けていきます。まずバット部分、はい、こんな感じです。はい、1本目、2本目、はい、こんな感じですね。で、一番気になるティップの部分、今回のこの竿はですね、一番柔らかくて珍魚とかを釣るために作ったよっていう竿のはずなんで、ここが一番今まで買ったこのシリーズの中でも繊細なはずなんですが、はい、これティップ部分ですね。あー、でもやっぱり強いですね。言っても細軸には仕上げてあるんですけども、だいぶ強いと思います。ってのも、まあ、この先端1個、このトップガイドのここまで全部ダブルフットガイドですね。こっち側とこっち側にあるダブルフットガイドが小型ながらも一番先端の方まで入っている。もちろんこっちの方も全部、これもダブルフットガイドですね。
こういうパーツが入っております。でガイドはですね、トルザイトリング、最新の薄くて軽いトルザイトリングが採用されていて、ね、4本継ぎしよう。じゃあ早速継いでいきたいと思います。でグリップ部分を差し込むと、はい完成。わあ、いい感じですね。相変わらず、今までのやつに比べるとものすごく軽いです。ガイドが新しい SIC じゃない、軽いガイドになってるのと、まあ、あとはここら辺塗装をしてない仕様ですとか、そういったのが、まああとは全体のバランスももちろんいいんだと思うんですけども、ディアモンスターバリトゥード MV の55、こういうモデルを買ってみました。先端はすごいですね、柔らかいですね、やっぱり。これわかるか、こう結構張りはあるんですけども、軽いルアーもピュンと投げれそうな、結構柔らかい先端ですけども、すごい芯の通った丈夫な感じがします。いいですね。でまあ使用感なんか、実際に釣り場でいろいろな魚を狙っている動画なんかこれから上げていきたいと思いますんで、具体的などんなの投げてんのかとか、どれぐらい曲がるのかとかは実況動画の方でいきたいと思いますが、いくつかですね比較していきたいところがあります。まずはバリトゥードの55で、前回のやつとグリップが同じデザインだけどどう違うのか、結構違いますね。もちろんあの全然竿の長さも違うんですけども、これが上側が前回の、VT65 のグリップで、これが今回の55のグリップ、だいぶこういった感じで違いがあります。長さのだけどもこのシリーズの特徴として、この65のグリップも55についちゃう。あ、ちょっとグリップもう少し長めがいいんだけど、ブランカーもうちょっと柔らかい方がいいなってこと時は、このグリップが全部互換性があるっていうことで、今回来たのがこれなんですけど、まあこんな感じで付け替えられるよ。これがまず一つありまして、となるとこれがまあ今回の組み合わせですけども、これで届き次第早速やってみたかったことは、今まで一番柔らかかったこの竿も持ってるんですね。これが MX の6っていう今まで一番柔っこかった竿なんですけども、このグリップが一番シンプルで短いグリップなんですけども、この MX6 のグリップをくっつけて、これですね、さらに短く軽快に使ってやろうっていうのが、届く前からずっと想像でニヤニヤしながら思い描いてたんですけど、早速この組み合わせでつけてみたいと思います。すり合わせバッチリ、はい来ました。いやー決まったな、これ。この V
ブランク MV552 MX6 のこの短いグリップ、この組み合わせで使ってみたかったんですよね。姉妹寸法も気持ちちょっとだけ短くなりますよね。こういった遊びができるのがモンスターキスの竿の一番いいところで、で制作者のこだわりでいろいろグリップはこうスパレートしてたり、いろいろ後ろがゴムエンドだったりコルクエンドだったり違いはあると思うんですけども、去年ずっと使っててどうしてもこのグリップが手にしっくりきてますからね、これをつけてみたいな、一番柔らかいやつなんだろう、つけてみたいなってずっとニヤニヤ想像していて、ついに今日叶いました。とりあえずオリジナルの形でももちろん使えますけども、この組み合わせでまずは行ってみたいななんて考えております。はい、というわけでこの MV55、 ちょっと細かいところをですね、また机の上でですねアップでいろいろな部品を見ていきたいなと思います。はい、釣り子 TV です。じゃあ机の上に置いてですね、せっかく買った高級ロッドなんでいろいろとパーツを見ていきたいと思います。まずこのガイドなんですけども、すべてトルザイト、最新の富士のトルザイトのリングにチタンフレーム、こういった贅沢な素材がふんだんに使われているということです。チタンフレームのトルザイトリング、 SIC に比べるとすごい薄いんですよね。だからすごい軽く作れるっていうことで、でこう先端まで全部チタンフレームのトルザイトリングが配置されておりまして、でこのトップガイドの一個後ろまで全部ダブルフット、この昇降系のガイドでシングルフット、まあこれが基本的な最近の竿だと思いますけども、 P ラインとかでこう竿をくるくるって曲げたりするとこうシングルフットで一個で保持してるんで、あさっての方向に気がついたらガイドが向いてる、それをあー壊れないでくれよ、むぎゅ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 って戻して使うなんていうことが結構多いんですけども、もちろんある程度大切には使わないといけないんですけども、ここまでダブルフットのこういったガイドを配置してるっていうことで、まあ変なところにあんまり気を使わないで釣りに集中できるっていうのが一番メリットじゃないかななんて思います。でまあこう前後に全部ラッピングしてありますからね、非常に強い作りなんではないかと考えております。でこれが詳しくはですね、作られた方自ら全てのどういうパーツを使っているか語っているなんていう動画も YouTube で見ることできますんでね、できればリンクを貼っておきますんでそちら見ていただきたいんですが、このトップガイドにフランジタイプのトルザイトリングのトップガイドをつけているっていうことみたいですよ。このガイドが発売開始されたから全部のガイドにトルザイトを使うという決意が固まった。強度の面でやっぱりこの先端だけ SIC にしようかなんていう、試行錯誤もあったみたいなんですけども、このトップガイドが完成したことによって全てのガイドをトルザイトの最新のリングで作るということになったみたいです。はい、でグリップですけども、以前の MV65 より少しここが短くなったグリップですかね。こういったグリップなんですけども、まあ手で持って
二の腕ここで保持していろいろ戦えるっていうようなこういう絶妙なサイズですけども、 MX シリーズのところは全部ここが分解できて、でこっちに付け替えてスピニング仕様にできたりとかあるんですけども、このバリトゥードゥシリーズはここがもうがっちりくっついております。ここは分けることはできないので、もうベイトフィネス専用の、グリップということですね。で推奨はアルデバラン、まあ最近の軽いのをピューッと投げれる、ベイトフィネスリール推奨ということなんで、まあ自分だと軽かったの51とかですね、あとアルデバラン、あとはアブの LTX とかそういったベイトフィネスのリールがぴったりなんじゃないかなと思うんで、そういうリールをつけていきたいと思います。で全部合わせたこの重さは、だいたい約 115g ぐらいみたいです。まあ最近は 100g アンダーみたいな竿がいっぱい増えてきておりますけども、全部にダブルガイドだったり、まああとは所々に丈夫な作りをしているので115g前後ということです。ただ持った感じはかなり軽いですね。ふっと竿先が上がるような、あのでいて丈夫っていうこともありますんで、適正な重さなんじゃないかなと思います。最近も非常に軽くて、ずっと使っていた竿があったんですけども、やっぱりどうしても軽く作りすぎるとですね、こうある程度の、まあ間違った使い方をするとすぐパキーンってこう折れちゃいますんでね、ここら辺はいいんじゃないかなと思います。であとはこだわりの次についてなんですけど、こっちがバットでこっちが先端の方ですが、こう全て波継ぎなんですよね。こう一パーツごとに全てマンドレルで焼いた波継ぎのブランクっていうことで、これの綺麗なんですよね。こう継ぎの部分が上が太くて、まあ下が細い波継ぎっていう、これが非常に、強度アップ、無理がかかってない強度アップと、あとは見た目のバランスの美しさっていうんですかね、こうだん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 って徐々に細くなっていく、こういったことになっているわけですね。この仕様ってのはあんまり見たことないんですけども、やっぱりこの波継ぎ仕様が一番強度が出るよっていうことらしくて、ワールドシャウラなんかにもこの竿の後に採用されてるぐらいなんで、世界のシマノがこうじゃなきゃって、やっている波継ぎ構造なんで、もう間違いないんじゃないかなって、こういうことでですね、だん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 と波継ぎになってる。一般的なよく売っている継ぎ竿はどうかっていうと、よくあるのが一つはインロー継ぎっていう継ぎ方ですよね。これがインロー継ぎですね。この竿もまあまあまあ丈夫で、そんな無理しなきゃ何って折れるってことはないんですけども、ブランクスを切ってこうそこにカーボンの芯を入れて先端と継ぐインロー継ぎ、これも非常に綺麗で、でこの一番最後まで、刺さないんです。こういう状態で OK なんですけども、これが一般的な継ぎ竿でよくあるインロー継ぎっていう継ぎ方ですよね。それとまあもう一つあるのが、例えばもう一つある継ぎ方がモンスターキスとは逆ですけども、こう逆波継ぎっていうんですかね、こっちがバットの方でこっちが先端の方ですけど、こう逆に継ぐ逆の波継ぎなんていうやり方もありますけども、先端の方になって細くなっていかなければいけないんですけども、ここで一回太くなってまた細くなっていく、太くなって細くなっていくっていう繰り返しなんで、使用上はまあそんな別に無茶な魚狙うわけじゃないんですけど、全然大丈夫なんですが、見た目がちょっと美しくないのかな。
プラスして感覚的な話ですけど、なんかちょっと持ち重りを感じる、こういった感じなんですけどね。モンスターキスの竿は全部、純波継ぎで作られているということになっております。それではですね、このまあチンギョロットというにはなかなか丈夫な竿みたいですけども、せっかく手に入れたんで、まずはそうですね、こういったベイトフィネスって感じの竿なんで、いつも行っている伊豆大島での、カサゴ、ワームのカサゴ釣りとかですね、あとは、小さな身のを投げて釣るようなメッキ釣り、本当だったらですね、海外持っていけたら、まあ海外の変な渓流の釣りとかでも釣りたかったんですけど、ちょっと、間に合わなかったので、またとりあえずですね、いろんなところに持って行って、具体的に魚を釣っている竿の曲がりなんかは、そういったところも動画で上げていければなぁなんて考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ディアモンスターバリトゥール何でもあり MV55。 それではですね、道具は手に入ったってことで、また休みの日に釣り場に出かけてですね、こいつの使い心地、どんな釣りに効くのか、いろいろとですね試していきたいと思います。釣り子 TV でした。